アルベリコ・エバーニは、イタリア出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元イタリア代表。ポジションは MF。現、サッカー U-23 イタリア代表監督。現役時代は豊富な運動量と戦術理解を生かし、主に左サイドハーフとしてプレーをした。エバーニのファーストネームは、現役時代からアルベリコと表記されてきたがこれは誤りである。 13年間、AC ミランの選手として活躍し、数々のタイトル獲得に貢献、AC ミランの殿堂入りも果たしている。もともとは、サイドバックとしてプレーしていたが、ニルスリードホルム監督により攻撃的ポジションにコンバートされ、その風貌やプレイスタイルから AC ミランのコンティとの異名を取った。1989年トヨタカップのタイアトレティコ。 ナショナル戦では両チーム無得点で迎えた延長戦119分に直接フリーキックから決勝点を決め MVP に選出された。翌年の UEFA スーパーカップ UC サンプドリア戦のファーストレグではゴールを決め優勝に貢献した。1993から94シーズンからはルートフリットと共にサンプドリアに移籍し中心選手の一人として 同シーズンのコッパイタリア決勝、アンコーナ戦では PK 獲得によるゴールを決めて優勝に貢献した。1997から98シーズンに A し、レッチャーナ1919 19でプレーしたのを最後に現役を引退した。1991年にはイタリア代表に選出され、1994年のワールドカップアメリカ大会に出場。 初戦のアイルランド代表戦では先発出場、決勝戦の対ブラジル代表戦では途中出場し、PK 戦でイタリアの3人目のキッカーを任され、PK を成功させたが、他のメンバーの PK 失敗により、イタリアは準優勝に終わった。AC ミランサンプドリア、ありがとうございます。